はい、今回は東城なりの写真のうまくなる秘訣三3つをお話ししたいと思います。 はい、ということで、まあ、投資の写真館でね、もう七十四回目になっております。う本当に、ね、あの、こんなあ拙い動画をご覧いただいている皆さん、本当にありがとうございます。えー、っとね、うんと前一ヶ月ほど前かな、あの写真上手くなる方法。なんていう動画も上げたりしたことあるんですけど、今日、ちょっと改めて三、えー、つね、ポイントをお話ししたいなと思っています。まあね、やっぱり僕も含めてね、写真上手くなりたいですもんね、<laughs> あの。 お機材が好きな方はねまあねそれはそれで、まあ、写真というよりなんかもう本当に綺麗に写ることを第一主義みたいなねあのそういう方は、まあ、ちょっとまた違うベクトルなのかも分かりませんけど、まあ大部分の方はやっぱりカメラとレンズをねせっかく買ったんですからああいい写真が撮りたい、ねえー、あわよくば誰かに褒めてもらいたいね <laughs> いい写真だねって褒めてもらいたい。 まあこれはねあの当然の欲求というかあ、ね、願望でそのためにはねどうしたらいいかっていうことなんですけど大体いいねあの一番失敗するというかいつまでたってもなかなかあの一皮向けないっていう方っていうのはうんまあはっきり言うとあの独学でやってる方でしょうねまあ独学っていうかね要するに一人で写真撮りに行って一人で自分の写真を見てそれで終わってると。で こういうい方って、ね、あのー、さっき言ったらその機材が好きな方はそれでいいんですよ、あのー、パソコンで当媒で見てねあの四隅がどうだとかあのピンの合ってるところの解像感がどうだとかねそれで、えー、満足っていう方はそれでいいと思うんですけど写真という一つの、まあ、これアートですからアートとして自分でね、あのー、何も何もんていうかなまあ基本的なその撮影のスキルぐらいは例えば学んだとしても。 それはあくまでも写真を撮るっていうね技術だけですからあのもっと言うと今のカメラって AF とか AE はもう本当と優れてますからね AF なんかも α1 なんかなっ,て言ったらもう人間の瞳とか動物の瞳はおろか鳥の瞳まで追っかけちゃうっていうねすごいあの AF ですしね速攻なんかもあの今本当ねあね バチッともうカメラがもう演算して速攻決めてくれますから、まあ、速攻はね多少こっちの意図でねあの評価速攻にしたりとか、まあ、スポーツ速攻にしたりとかあの速攻の,、ね、あの方法はちょっと切り替えたりすることはありますけど。 基本電源をカメラ任せでも軽くシャッター半押しでピピって言ってバシャッと撮ればもうそれ撮れますだからそういった意味からするとうん撮影者って本当ね何もすることがないじゃないかっていうね今のカメラとレンズは。ではそんな中で自分の写真というものの色を出すこれはね第一のコツとしては本当にねいろんな写真をたくさん見ること。 ですねえー、プロはまあ問わずこれいつも申し上げてますけどうん例えばあこの前ね日本カメラの関東の写真をいっぱい見るといいですよ立ち読みでいいんですよなんて言ってあこれはね日本カメラもちょっと休館になっちゃって朝日カメラへ続いてああ本当残念なんですけどまあねの朝日カメラの日本カメラが休館っていうのはちょっと大いにあの寂しい気がするんですがまあまあちょっとそれ置いといて。 あのー、写真雑誌でもね関東のいろんなプロの写真家の作品が載ってますからあれをこうね立ち読みでもいいから見,見ればいいと思うんですね。で、えー、あこの人の写真面白いなとかあこれいいなっていう写真家の方がおられればあ例えばアマゾンなんかで原作をして、えー、写真その写真家の写真集を買ってもいいと思いますし僕も最近あんまり買わなくなっちゃったんですけど結構あの写真集は昔以前からね あのあいいななと思っっったたら買っちゃったりなんかしました、ねまあ写真集でちょっとねやっぱり高いっちゃ高いまあ何千円かしちゃったりすることは多いんですけど、まあ、レンズ1本買うこと比べればね本当あの10分の1以下ですから、えー、本当安い投資だと思います。で、えー、そうでなくても例えばインスタグラムだったりフェイスブックだったりでいろんな写真を見ると。であこんなな写真いいなって っていうのをだんだんだん,だん、ね、自分の中であの自分のやっぱり好き好きってありますからあこういう写真いいなって思ったらその写真を撮るためにどうしたらいいんだろうとかねそれでねまね、あのー、でいいんですよ最初は。真似っこうしていく中であ今度はこんなのがいいななんてまた出てきまま出きすでいろいろねそういうのがポコポコポコ出てくるとそれが最終的にはブレンドされるような形自分の色っていうのが、ね、出てきますからテイストが。 えー、そういうい、ねあのー、ことはもうこれ第一歩です。あのー、いろんんな写真をたくさん見るで二つ目はですね、えー、自分の撮った写真を誰かに見せると今度は逆に。で一番いいのはあのー、写真友達なんかがねいれば仲間内でね、あのーあ「ヒロさんこの子もあの写真よかったね」とかね「あ,あれちょっとねこう,こうすりゃよかったのに」とか「俺だったらこうするよな」とかそんなね、あのー フランクなな意見があお互い言えるようなあそういう中でね自分の写真を見てもらうというのはこれやっぱね本当とね、えー、気づきがまた出てきますから「あのあそっかそうすればいいなとかね「あこうすればよかったかな」とか「あこれっていいんだ」とかね、あのー、それは本当によくわかると思います。 うーんとね、一方でそのプロに使えるっていうね教えてもらうっていうのもあるのかも分かりませんけど、まあ、なかなかやっぱねプロの方に教えてもらうっていう機会もないですし僕もプロの方に教えてもらったことはないですけど、まあ、あ,のある人でね、まあ、プロではなくってアマチュアの人でとっても写真の上手い人がいてあの本当は会ったことないんですけどあのオンラインでしか <laughs> やり取りしたことないんですけどその人の写真がすんごい好きで。 でいろいろねオンラインであの教えてもらったっていうことはもうずいぶん前にありましたけどあれはね僕のある意味は師匠さんみたいな方でしたけど結局ね最後までねあの飲みに誘ったりしたんですけど「あの僕ちょっと照りアですから」っつってあの実際にお会いしたことはあ最後までなかったんですがまああのプロの写真家という手があるんであればそういうこともいいかもわかりません。ただあのプロの写真家一人についちゃうと うんとね、じょわかんないですよ。僕は襲ったことないからわかんないけど、なんかね、僕の勝手な想像感はわかりませんけど、その人の色に染まってしまいそうな感じがするんですね。ちょっとなんかリスキーかなっていう気もしないではないです。あの僕はあのフリーハンドで自分のなんか好きなように撮り,撮りたいっていうのがあるので、えー、まあ最初言ったように今のカメラはもう撮影のスキルってそんなにね、あのカメその要するに昔のフルマニュアルのカメラみたいに露出ってなんぞやっていうところから。 あの勉強しないとカメラ自体がもう本当に写真自体が撮れないっていう時代ではありませんからあのそうであるならばねプロの方に教えてもらうっていうまあ,あのちょこちょこねいろんなセミナーみたいなああいうものでこうワンポイントワンポイントでいろんな方に教えてもらうとか意見を聞いていくっていうのはとってもいいと思うんですけどある一人の人がずっとつ使えていくっていうのはちょっと、うん、どうなのかちょっと僕はあの想像がつかないですね。 であの友達同士って一番フランクで一番いいと思うんですけど、まあ、なかなかねあのそういう写真友達っていうのもいないんだよっていう方もおられるかもわかりませんでそういう方は SNS でねフェイスブックとかインスタグラムであのどんどん上げればいいんだよ。 だと思います、ね、僕らもねあの結構フェイスブックインスタグラムあ、まあ、最近インスタグラムはね細く長くやってますからあれなんですけど、まあ、ツイッターとかもね、まあ、最近ツイッターもちょっと写真上げるようにし,てしたりなんかしてますけど、えーとね、フェイスブックなんかだとあの写真の,あのグループっていうのがあります。例えばフジフィルムのグループだったりとかソニーアルファのグループだったりとか、まあ、モノクロのグループだったりとか、まあ、メーカーごとにね、まあ、多分キャノンのグループもあるんだと思うんですけど。 そういうところにねあの入ってで、えー、そこにどんどん投稿するとそうすると、まあ、あのね僕もねこの人の写真こういうふうにすればもっと良くのなるのになとかこれはねこういうふうにしたらいいのになってこ,ううここまでもうこの書きたい気持ちが出てくるところってあるんですけどまあねそれをね書いちゃうとまた失礼にも当たるので、まあ、書かないんですが、まあ、たまにね あのこれすごいとてもいいと思いますとこういうあの構図がとっても惹かれますとかこの光の使い方がすごくあの心に刺さりましたとかそういうプラスのコメントはねたまに書いたりしますけど、えー、まあやっぱりネガティブなことは書かないし基本的にはあんまりね、まあ、よくあるのはねあの「このレンズいいですね」とかね「<laughs> ありがちな」「とってもおりがいいですね」とか「わあ新しいカのカメラいいですね」とか。 あのメカのことはね割とコメントでよく来るんですけど、まあ、罪がないですからねカメラとかレンズ褒めときゃあの。だけどそういうところに投稿すると、まあ、コメントはさておきあののいいねの数がやっぱりねいい写真にはつきますあの僕も最近こういう写真がねあのつい先週かな。あの ッにアップしたたら結構いいいねねがついたりです、ね、以前もこの写真、えー、と動画でもご紹介しましたけこの写真なんかも三桁の「いいねが」がいただけたりとかいうのがありました。で、えー、逆に、あのー、もう10とか20とかね <laughs> しかもいいねがつかない写真もザラにあったりしますけど、えー、そういうね、あのー、いいねのつき方でやっぱりあこういう写真ってやっぱりいいんだとかねあ この写真ってやっぱりあのみんなからエモい写真だと思われてるんだっていうふうなねあの評価の一つのバロメーターになりますからあそういう手もいいのかなと思います。で、えー、と3つ目なんですけどおまあ1つ目2つ目ね1つ目はいろんな写真をたくさん見るで2つ目はあ意見を言い合う、まあ、意見を聞く、まあ、それが難しい時は SNS なんかで、まあ、星の、ね、数でちょっと一つの物差しにしてみるっていう感じでそういう2つを回しながら3つ目は「 どどどどんんんんるるここととででですすすね間違いいなステップ1とステップ2を踏まえながらですねステップ1とステップ2を踏まえながら自分でどん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 写真を撮る。写真をどん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 撮らないと自分でもね見返しながらねあこれ良かったなとか悪かったなとかその積み重ねでないとやっぱり上手くなりませんから例えば森山大道なんかはですね えー、g r 1でフィルムの時代ですよフィルムの g r 1で、えー、電柱から電柱の間でフィルム一本撮っちゃったとかね <laughs> そういうねあの人はとにかくのの撮,る撮ることが一番の近道だって言ってねおっしゃってる方ですから、えーまあ、それぐらいね、えー、やっておられるんですけど、まあ、今ねあのフィルム時代ってデジタルですからランニングコストがかかりませんので、えー、もう本当ど,どん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 撮ると自分のね撮りたいあこれいい被写体だいいモチーフだと思ったらバチバチ撮っちゃうことね。えーまあ 4つ目があるなそういうい意味じゃ四つ目はねこれちょ,っとまあちょっと番外ですけどいい被写体とかあこれ撮りたいっていうねそのと撮りたいもの撮るものを選別する目っていうのも一つあるんですけどこれね多分ね、えー、第一段階のいっぱいいろんな写真を見るっていう中で多分ね培われる力だと思うんですけどあこういうものが撮りたいとかね街歩いててもああれちょっと撮ってこよなんてね こういう力も培われるともっともっといいと思うんですけどとにかく写真をいいっぱい撮るとでここの今言った1から3の3つのです、ね、ポイントを抑えながら、まあ、スキルを積んでいくと間違いなく、ね、その人の写真というのはあのエモい写真エモーショナルで人の記憶に残るような、えー、網膜にも、ね、残るようなそういう写真が必ず撮れるようになってくると思います。ただその 100%, 100ね100発100中でいい写真が撮れるっていうことはもうこれはありえないのでアンリー・カルティー・ブレッソンにしたってコンタクトシート見たらね同じおっさんの,そのポートレートっていうかねあの写真がもうザーッと 2, 2段ぐらいねコンタクトシートみたいなあったりなんかしてでこの中であこれって。 選択になってますから、まあね1枚撮ってバシッと撮れるっていうのはなかなかないんですけど、まあ、そんなことで、まあ、ただ単にそのレンズ揃えたからとかいいカメラ買ったからとか、まあ、それはね一つのモチベーションとして大きなものになるのは間違いないんですけど。 やっぱり自分の内面を磨くっていうねそういう作業をしていくととってもいいんじゃないかなと東なりに思うわけでございます、えー、僕も最近ねあんまりね自分でいいのと思う写真が撮れないんですけどちょっと改めてね自分の内面をちょっとこう豊かにしながらあーもうちょっといい写真が撮れるように頑張りたいなと思う次第でございます。それでではは今日はこの辺で